はいどうも、こんにちは、さくやです。今回ですけども、こちら、北海道の逆位、またなんですけど、こちらですね、チャレンジのね、これですね、サイレント忍者っていうのがありまして、こちらね、やってみようかなと思います。まあ、忍者に変装して、完了するということですけど、こちらね、プランで、忍者にね、ここ、選べるようになるので、確かランクが、マスターレベルかな、上がると、ここできるようになったと思います。ということで、こちらから、やってまいります。では行きましょう。はい、ではね、始まりましたら、すぐに刀を拾いましょう。でね、ダッシュしながら行きます。とにかく急いでいかないとクリアに、ね、すごい時間かかるところがあるので、とにかく急いでやります。まあ、この辺からですね、かがんで移動した方がいいかと思います。常時ね、走りっぱなしでいいと思います。たまにここで見つかることがあるので、そういった場合はね、最初からやり直した方がいいかなと思います。で、ここね、警備員、ここがね、向き変える瞬間をね、待ちます。その瞬間にすぐ後ろを通っていけば見つからないのでいいでしょう。少しね、ちょっとタイミング遅れたりすると、こう登ってる最中に見つかるので、そういった場合もね、やり直した方がいいかと思います。ね、このニューロチップコントローラーなんですけど、これ大事なところがあるので、ちゃんとね、そこ説明しますんで、覚えておいてください。ここはね、もう見つかってもいいんで、ちらっと注意される程度なので、こう駆け抜けます。で、ここでね、スイッチコントローラー押します。そしてこの奥で、防犯カメラですね、こちら破壊しておきましょう。ここには全てがあり、全てはあるべき場所に整然と収まっている。で、ここでに、いるですね、なんか変な患者ですね。こいつが動き出すので、それに合わせてね、自分も一緒に歩いていきます。ところどころちょっとカクついてるとかね、あるんですけど、そこちょっとセーブ入ってるところなので、まあ気にしないでください。っていうかね、まあセーブ入ってるということで、まあみんなもね、やった方が確実にいけるかと思って、警備が出ていった瞬間を見計らってここに入るんですけど、その時にね、入ったらすぐニューロチップコントローラーのボタンをね、押しましょう。で、この人が、この部屋からね、出ていくので、右向きに行くので、左側からね、背中を合わせて動きます。そしたらこう蓋を開けて、心臓をね、ぶっ潰しましょう。これでね、移植用の心臓がなくなるので、エリクソダスは五輪中となります。まあ、今の時点で生きてるんですけど、まあ、排除したことになると。で、ここ大事なんですけど、さっきの患者に近づいてもう一回ね、増やしましょう。そうしないとこいつ死にますので、非ターゲットキルということで、まあ、サイレントアサシン、サイレント忍者達成できなくなりますので、確実にやっておきましょう。で、この辺もね、一旦セーブ入れた方がいいかと思います。ここ大事ですね。外にいるやつに見つかってしまうので、これチラ見せします。敵にチラッとですぐ隠れます。で、見つかった場合はね、セーブしておいたら、ロードすればいいかと思いますので、でね、動き出したら直進と。で、ここを開けるとね、サウナがありますので、すぐに、スイッチっていうかね、温度を上げましょう。そしたらね、ここの扉を開けるんですけど、ここに刀を置きます。ここね、刀を使うところです。L1 と R1 同時に押せば、設置できますので、刀を置きます。で、なんでこれやんないといけないんですけど、ちなみにこの最初に温度を上げないと、この2人が出ていかなくて、ザキヤマさんがですね、貸し切りじゃないと入らないとね、文句を垂れるので、この2人を先に追い出します。で、ここまでスムーズに来ないと、ザキヤマさんがね、なんだ、まだ先に人入ってるじゃないって感じでね、引き返していきますので、
スムーズに来れないと、ここで待つ羽目になりますので、注意ください。ご注意ください。でね、貸し切りだから入るよってなったら、もう扉を閉めて、ロックしちゃいますね。閉まっちゃうよって感じで。でね、これで、排除できますので。全ターゲットダウン。用は済んだわ。まあ、この刀は別に拾おうが拾わないがいいんですけど、まあ、忍者らしくね、持っていこうかと。あとは、来た道をそのまま帰れば、脱出できるかと思います。まあ、脱出するのはどこでも可能なんですが、この姿だとね、ちょっといろいろね、見つかるとまずいので、この道がまあ無難じゃないかなと思います。ね、ニューロチップコントローラーちゃんとやっとかえたあいつ、死にますんで気をつけてください。他はね見つかんないと思います。来るときはなんかちょっと注意されるんですけどね、なぜか見つからないと。であとここヘリポートに出れますので、まあ左から来るやつでもねちょっと見つからないように気をつけましょう。まあ往復してるんでね、今はたまたまタイミングよくね、見つからなかっただけなんですけど、そこ気をつけましょう。ね、ここにヘリコプターのパイロットがいるので、それもね、一応注意してもいいかと思います。というわけで、ここで、ヘリで脱出したら、ミッションコンプリートとなります。はい、ということでね、これでミッションはね、達成できたかなと思います。チャレンジですね。ということで、サイレントアサシンとね、サイレント忍者、完了したかと思いますので、ぜひね、これ参考にしてやってみてください。それでは、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ほんじゃ、またな。バイ。バイバイ。